縦穴式住居、縦穴式住居、縦穴式住居は地面を円形や方形に掘りくぼめ、その中に複数の柱を立て、梁やたるきをつなぎ合わせて家の骨組みを作り、その上から土、足などの植物で屋根を吹いた建物のことを言う。なお、縦穴住居、縦穴住居と表記することもある。縦穴、縦穴という用語は、 横穴という表現の対象として生まれた。英語表記の一つ、ピットハウスは、厳密には、縦穴式住居のうちで、屋根以外は、縦穴自体で構成されている。つまり、縦穴に屋根を被せた形の家屋内市は住居のことを言うが、縦穴自体が浅く、地上部分のある、縦穴式住居についても、このように呼ぶ研究者がいるので、日本語の、縦穴式住居と、 ある程度機会が可能である。ヨーロッパでは中石器時代からこの住居の形態が出現している。やがて世界各地で新石器時代に成功するようになる。中国では行商文化、行使用文化、扬社を文化の代表的遺跡である西安の販売石、販売石、万宝遺跡で発掘されたものがよく知られている。これは南側に 階段のある出入り口を持つ、約5メートル4メートル、深さ80センチメートルの隅丸方形のもので、内部に色が見られるものである。また、アメリカ南西部のモゴヨン、モーゴロン文化や、ホホカム、ホーハフコム文化の人々は、旧世紀頃まで、入り口部分を張り出し状にした縦穴住居に住んでいた、ことが知られている。日本では、後期旧石器時代頃から作られたと考えられており、 北海道から九州にかけて18カ所の遺跡で確認され、特に布施や栄式建て穴住居と見られている建物跡がハサミ山遺跡、梨田地点大阪富士出らしから出土した例がある。日本の旧石器時代の人々は大地上に住むことが多かった。しかし、岩陰や洞窟に住むことも特殊な場合としてあった。岩陰や洞窟遺跡に対して開けた場所での遺跡を 海地遺跡と読んでい、北海道渋別町に一辺長さが4から10メートルも、あるシルバ地状の大きなくぼみが数え切れないくらい、密集している。このくぼみが、大昔の結挙、結挙の跡である。深さが2.5メートルもあり、掘った土を周りに盛り上げてある。考古学では、地面を掘り下げて作った住居を、縦穴住居という。普通の縦穴住居の深さは、 せいぜい七十から八十センチだから、穴とはいえ、わざわざ縦をつけることはないが、北海道の結挙で縦穴と呼ぶゆえんがわかる。日本の縦穴住居は、後期旧石器時代から作られ始めたと考えられており、縄文時代には盛んに作られるようになり、弥生時代以降にも引き継がれた。節屋敷と壁立式があり、そのうち不屋敷が主流で、壁立式は、 拠点集落の大型住居に限られ、主張居間として、権威を示す形式として、弥生、古墳の領時代に築造されたと考えられている。そして、日本の農家や民家の元となっていった。縦穴住居時代は、平安時代頃まで作られ、さらに時代が下がった例で、東北地方では、室町時代まで作られていた。特に、近畿地方では、平安時代には、ほとんどが、 平地住居へ移行したとされる。地面を掘り下げた底の深さも地域や時期で異なる。知床半島に近い市別町のイチャニカリカリウスの住居は縦穴の周りに掘り上げた土からそこまで2メートルから2.5メートルもの深さがあり、天井から出入りしたものと推測される。床の中央か一方に偏って路がある場合が普通であり、 古墳時代以降は壁際にかまどを設ける事例が一般化す。排水のため床の周りに溝を巡らしていることも多い。縦穴、縦穴の建物の屋根の軒先は地面付近まで下がることが多かったと推測され、外からは屋根しか見えなかったものと考えられる。屋根は足やか帳などの茎で吹いたことが多かったと思われるが、土吹き、草吹きの屋根も多かった。 学校教科書などには、茅帳などで吹いた創造図が多く載るが、1990年代以降は樹皮を敷いて土を被せた土吹き、土屋根で復元された縦穴住居遺跡も多い。これは、発掘時の土壌、異物分析で茅帳由来の物質が見つからなかったり、当時の地形、植生では茅帳の採取が難しいと推測されたりしたことによる。例としては、入江、高砂塚、 北海道、三内丸山遺跡、青森県、小所の遺跡、岩手県、北大遺跡、富山県、梅の木遺跡、山梨県、勝坂遺跡、神奈川県などが挙げられる。日本においては、地面を掘りくぼめた穴の平面形状は、時代と地域によって異なっている。縄文時代前期では、大ね方形、台形、楕円型で、六本の支柱を持ち、壁面周辺に、 市中穴とも推察されるピットが並んでいる状況が見られる。また、前期には東北、北陸地方を中心に、超大型住居が現れる。炉は、自称炉が多いが、石組炉もあり、保有率は時代が下るに従って増加する傾向にある。中期では円形及び楕円型が多く、四本から五本の柱を持つものが主流であり、地所や石が小色。 また、露体土器を伴う路が見られ、中期紅葉の東北地方南部では、福祉路を伴う住居が現れ、中部地方特に長野県などでは、石布の住居も現れる。後期になると、地域によっては、絵鏡型と呼ばれる入り口部分を外側に張り出した住居が出現する。円形のものも続き、方形に近い住居跡も復活する。晩期になると、絵部分が潰れて、 短くなる構造に変化する。弥生時代については、初期段階で、東日本と西日本で大きく異なるが、後期には、全体的に、同形式に収まる傾向を示す。円形のものが主流であるが、弥生時代の後期、2世紀から3世紀頃頃,頃から、隅が、い、四角い形をした縦穴式住居、墨丸方形、長方形住居が現れ始めている。 埼玉県熊谷市と京田市にまたがる池守池上遺跡は、弥生時代中期初頭の遺跡で、住居の平面形状は、隅丸方形か、隅丸長方形である。最大の大きさのものは、長軸10.6メートル、短軸7.2メートルで、面積は約72平方メートルで、他の住居の約2倍、ないし4倍の大きさである。 神奈川県横浜市鈴木区大田名町大打つ解析の住居は、弥生時代後期の縦穴住居で、墨丸町方形である。住居の大きさは、最大9.4メートル6.7メートルで、面積62.98平方メートルあり、多くの例が20平方メートルから30平方メートル前後の規模であるので、その2倍の大きさである。このように、弥生時代後期の東国では、 全般的に住居が小型化し、著しい規模の差が認められなくなる。炉は古墳時代前期まで続くが、古墳時代中期になると、北側や東側の壁にかまどを設ける住居が出現する。かまどは時代が下るごとに発達し、壁の外へ向かって張り出していくようになるが、実際には縦穴住居の掘りくぼめた部分が狭まって、 その分、かまどが発達していると考えられている。このような住居は、関東、中部地方以北では、平安時代まで続くが、東海地方では一部残しつつも、近畿においては、飛鳥時代から掘ったて柱建物に移行していった。鎌倉時代以降は、関東で、縦穴城移行として一部名残りを残すものの、全面的に消失する。 江戸時代のカラフト島や千島列島のアイヌは、トイチセと呼ばれる縦穴式住居を利用していた。国間地域であるカラフトや千島のアイヌは、夏用と冬用の集落、古典を分けており、冬用の集落の住居、チセは、防寒、防風作としてあえて縦穴式とし、床部の土を壁へ盛り上げる構造としていた。カラフトの住居の記録として、松田伝十郎の北井団、 1822年、マミア・リンの北江ゾ図説。1855年が、エトロフ島の住居の記録として、山崎半蔵のケエビス東関記が残る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。